はい、どうもタブヤンと申します。ファミコン探偵クラブ消えた後継者、ついにエンディングに向けて進んでいきたいと思います。もう佳境も佳境、ラストじゃないかなと思うんでいきたいと思います。人形が見えてますよね。多分人形の中怪しロケの印とかが入ってるんじゃないかなと思っております。あゆみちゃん、僕のことを調べた神田は、そうなのか、予想は外れましたけど、人形、あれ、こっちの人形かな。おお、人形取ろう。おお、人形調べよう。思い出せ。空洞。え？開けよう人形。あゆみちゃん無視してるわけじゃないよ。来た来た来た。あれ、家紋をお守り袋ね。はい、鍵、鍵ってなんだ、紙切れね。あ、地下の土蔵のとこじゃない？母さんは思っていました。母さん、土偶の地下だ。行くぞ。前蔵、この鍵を見てみろ。そうか、
きで入るんです。土偶だよね。違うのかな。あれ土偶じゃないの。地下。え？どういうことだ。土偶じゃなかったらなんて言うんだったっけ。地下じゃなくて倉庫。え、倉庫かな。あれ違う。笑ってる場合じゃない。あの埴輪みたいなのか。土蔵か。違うか。そうだ、やった。行こう前蔵。よし。わかったぞ。何？ちゃんと紙切れ、タバコの中の紙切れを今ちょっと見てるんですけど、馬進み、ウサギ進みて鳥開く、万字の中の印望まん、馬進み、ウサギ進みて、ウサギ、馬どこ行ったんだ。とりあえずウサギ進んでみましょう。進む。馬がいないからか。あ、馬来ました。馬オン。あと
とはウサギと、ウサギですよ次。よし、やったぞ。うさぎ進みて、馬進み、うさぎ進みて、鳥開くですよ。鳥、鳥はもう覚えてないんだよな。開いたぞ。来た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 。ついにロトの印を、いやロトの印じゃない、あれ印あるんじゃないか。聞くって誰に。そりゃそうでしょ。どうすんだこれ。そりゃそうでしょ。調べてみよう。これなんだ？漫字の中のしる、ちょっと待ってくださいね。最後の言葉が漫字の中の印のぞまん。なに？それだけ？難しいな最後まで。最後かどうかはまあわからないですけどね。何これ、わからん。おお、神。紙切れ読もう。怪しろけの印。ほー、サブイボ出た。アマチが神田だったのか。予想が外れたな。
お金でやったのか、アキラが。なるほどな。なるほど、それで神田事務所から依頼があったんだな。やはりそうだったか。危ない。全蔵か。お、違う。どっかで会ったな、この男。怪しろ和人か。そうだったんだ。おお、幸運のお守り袋だな。
かっこいい。いやー、感動しましたね。いやー、ことごとく推理は外れましたけど、楽しめました。怪しろカズトがアマツじゃないかとか、わけわからない推理してましたけど、ちょっと深読みしすぎましたけどね。アマチイコール神田か、その線もあったんだですね。ユキコさんはどうなったんでしょうね。怪しろカズトの恋人ですもんね。二人で怪しろ家を盛り立てていってほしいですね。怪しろ商事はどれぐらいの規模の会社なんでしょうね。従業員二人ぐらいしか見なかったですけどね。お、横井軍平さんの制作だったの。1988年、任天堂さんの作品でした。最後までご視聴ありがとうございました。次回はファミコン探偵クラブパート2もぜひぜひ、プレイしたいと思います。でも、今日はゆっくり休みたいと思います。1日ぐらいでクリアできると思ったら、後半ですね。3日もかかったな。ゆっくり休んでファミ通でも読みたいと思います。それではまた、ごきげんよう。